松原さん、はい、立ち上がりは水戸が良かったですね。すごく良かったですね。やっぱりもうホームは絶対取るんだっていう、はい、その立ち上がりからもう見えましたからね。そうでしたね。そしてこれが1失点目前半の終了間際でした、まあ、これが本当に熊本としては痛かった。そうですね、しかも終了間際でしたから。そうでしたね、前半の終了間際。これポジション変わって伊藤亮太郎が左行って小谷の左手に、ね、当たってますよね、はい、そしてキッカーはバイヤーの、これはもう落ち着いていました。いやー、この状況でこの PK 蹴れるっていうのはさすがですね。さすがですね。今シーズン9得点目、まあ、これはもうキーパーはどうしようもありません。とにかく立ち上がりの5分、終わりの5分というのは気をつけろっていうのはもうこれはもう格言みたいなもんですからね。そうですね、そして後半に入りまして、後半の立ち上がりというのはどういうふうにご覧になりました？まあ、もうちょっとその熊本の方がアグレッシブに来るかなと思ったんですけど、そこさせなかったですよね、はい、でこれが2点目なんですけども、ここは崩されましたね、中央からもう完全崩されましたね、でここしかもですね、これバイヤーの右にいるんですけど、インサイドの中、はい、点取るポジションに変えてるんですよね。で最後のところはこれ小島決めましたけれども、はい、小島が3列目からバイヤーのに入った瞬間にここですね、はい、また動き直してる。で全体はもうバイヤーのが打つもんだと思ったんですよね。あ、なるほど。でもそこでチームのためにこうパスする、はい、ここがうまくかわした要因ですね。そしてこれが3点目だと思いますが、これ右サイドから崩していきます。このパスがうまかった。そうですね、船谷から、そしてバイヤーの、最後は茂木が飛び込んでいきました。まあ、彼らのポゼッションの良さ出ましたよね。横にこう最初流しといて最後に縦パス入れる、はい、でここですね、縦パス入れて縦縦でワンタッチワンタッチワンタッチで、はい、最後もワンタッチですから。そうでした。非常にこう水戸らしさっていうのは出ましたよね。これも相手ディフェンスを崩していきました。これもバイヤーの最後はクロスでアシストに貢献。しかもこれ茂木と船谷代わって入った選手が絡んでますからね。そうなんです。そうなんですね。ただここからよく頑張りました。この田中のこのプレー、これかわして、これはシュートが決まるシーンなんですが、この前にジエゴがマークについてて縦の突破があったんですよね。そうですね、あそこがまあ4点目を取れるのか、はい、もしくは逆にそこをうまくついた、必死にジエゴ戻ってきましたけど、もうその時にはもう田中の技術の方が勝ってましたね、はい、これは細川が引っ張り出されたシーン。もう細川もやっぱり縦をちょっと意識してますよね。してますね、まあ、最初にその前で縦こう行かれましたからね、はい、そしてこれが2点目だと思いますが、ここはアンビョンジュンのヘディング、この強さが出ました、そして小谷が実にいいところに決めました。小谷も、ね、前半ハンドしてましたんで、はい、なんとか自分でチームのためになろうと、はい、まあ、ここもボールが移動しているところの時にポジション取りましたからね、はい、あ、しかしジエゴと競ってますから、やっぱりアンビョンジュン強いですね。強いですね、まあ、ファーポストでヘディングするっていうのは彼の得意なところですよね。あ、なるほど。これで結局3対2で水戸ホーリーホックが勝利を収めました。